ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。こないだ本能寺の変を舞台にした映画を見て、口コミサイトに書き込みしようとしてたんだけど、その中に、本能寺に火をつけたのは本当に明智光秀なのか、って書かれていたの。その他にも、本当の黒幕は、なんて話題もあって、みんながいろんな予想を立てていて面白かったわ。楽しそうなサイトだな。本能寺の変って、家臣だった明智光秀が裏切り、織田信長とその息子の信忠を滅ぼした事件で、信長の遺体が見つからなかったりと、謎が多い大事件だよな。私、考えたんだけど事件後、明智光秀が細川藤孝と息子の忠興を、欲しいものあげるから味方になってと味方に誘ったじゃない？でもそれを断り、織田信長の喪に服したとされているな。それは、明智光秀を追い込むきっかけとなり、かなりの痛手だったらしいけど、もし、その時、細川不死が味方になっていたらどうなってたんだろうって思って、それは面白そうだな。事件後の展開はかなり変わったと思うぜ。では今回は生還を決め込んでいた筒井純慶と、細川不死が味方していたらどうなっていたか、もしもの世界のストーリーを考察していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。今回、考察していくにあたって最も難しいのは、いかにして細川不死が味方につくか、だ。歴史上の事実としては、信長が命を落としたという知らせを聞いた不死は、すぐに頭を丸めて哀悼の意を表して、明智光秀の誘いを断ったのよね。しかも、光秀の娘も幽閉しているし仮にと言っても、味方に加えることができるのかしら。そこでポイントとなるのが、信長の野望である政権構想だ。信長と共に畿内を攻略した、足利義昭は第15代将軍に任命され、その後も友好関係を保っていた。その後、だんだんと関係に亀裂が入って、天下統一を目論む信長と、室町幕府再建の義昭は敵対することになり、信長は義昭を追い出す。その後の信長は、幕府という政権の拠り所を失ってしまうわ。そこで思いついたのが、朝廷を後ろ盾にする作戦だ。1574年に従三位、三義、2年後には内大臣の位階を受け官職に任じられた。こんな風に、朝廷の権威を利用することで織田政権は正当な継承者だと明らかにしたんだ。でも、その翌年には突然辞職してそれ以降、官位に興味を示さなくなったわよね。その通りだぜ、霊夢。信長の地位を脅かす武田信玄や上杉謙信がいない今、信長の権勢は揺るぎないものであり、もはや朝廷の権威に頼る必要がなくなったからなんだ。ちょうどこの頃から竜をモチーフとしたデザインを好んでいる。安土桃山城天守に竜をあしらった装飾を施したり、障壁画には中国皇帝を連想させる絵画を描かせたり、信長が使っていた印象、天下腹部にまで二頭の上り竜が描かれていたんだ。竜って、中国では皇帝を表す空想上の動物とされているわ。もしかしたら信長って、自分が日本の皇帝となり、天皇の上に立つ存在になる、って意味で好んで使っていたのかもしれないわね。実際、自分の意のままになるであろう天皇、実仁親王の即位を後押しし、扇町天皇の退位を迫ったと言われているからそうかもしれないな。1581年には、信長直轄の武将を集めて京都大馬揃えという盛大な軍事パレードをしたんだ。騎馬を集めて、その馬の優越を競い合った行事だわ。行事が行われた狙いとしては、諸大名を牽制しつつ、自分の力を誇示することだったが、その他にも朝廷に対するアピールだったとも言われている。行われた会場が代理の近くだったこともあり、扇町天皇も招待されていたから、武力の前では天皇の権威など、ないに等しいぞって見せつけたかったのかも。これに対して朝廷はさぞかし警戒感を強めただろうな。こういった信長の不可解な動きから、本能寺の変では朝廷黒幕説も上がっているんだ。今回の考察ではこの説を採用して考えてみるぜ。1582年に入ると信長は、武田氏を滅ぼし上杉氏や毛利氏を抑えるなど、どんどんと威勢を強めた。そんな中、朝廷より三色水人の話が上がったんだ。三色水人の三色って何だったかしら？監督、太政大臣、将軍の三つだぜ。右大臣を辞職してから官職についていなかった信長に、公家、武家の最高職とも言えるその三つのどれかを任じるというもの。最も重要な目的は、信長を朝廷に取り込むことで、形式上だけでも天皇の配下という立場を与えようとしたんだ。もしかしたら、朝廷は信長の野望を見抜いていて先手を打った行動だったかもしれないわね。ではこれから、もしかしたら、な話を考えてみるぜ。信長が三色水人の返事を扇町天皇と実仁親王へ送ったすぐ後、供養である吉田兼美は、密かに明智光秀のいる坂本城を訪れる。吉田兼美と明智光秀は仲良しで幾度となく往来する間柄だ。
吉田兼美って、長所を伸ばすべきで有名な教育論者で人付き合いにも長けていた人だわ。そんな兼美の顔色が優れないから光秀がどうしたものかと聞いてみると、信長の推任の返事で悩んでいたとのことだった。その返事とはどの官職も引き受けないらしい。どうしたものかとため息をついていると、光秀は、信長様には、何か考えがあるのでしょう。決して朝廷をないがしろにされるお方ではないと存じますが、と返事をした。光秀は信じているようだけど、本当にそうなのかしら。兼美は光秀を睨みつつ、朝廷の会議において、もしや信長は帝の上に立とうとしているのでは?という意見で一致していることを伝えた。信長の野望がバレつつあるわね。戸惑っている光秀に対して、兼美は畳みかけるように信長には今や恐れるものがない上に、実仁親王が安土城に赴き、信長が謁見するイベントまで実現しそうであることを伝える。安土城にある本丸御殿は、内裏を模した造りで信長のいるところは天守の上だった。待って待って、その場に実仁親王をお迎えするとなれば、信長が明らかに上にいる形になるわ。最近の信長の唯我独尊の態度はだんだんと増していて、自分が神になったかのような壮大さが目立っていた。だからこそ、兼美は信長の行動を懸念していた。兼美は、光秀の方を向き、姿勢を正して、信長の傲慢な振る舞いは到底許しがたい。我らは信長を排除することに決した、と話す。信長という脅威を取り除きたかったのね。光秀はそんな計画があるとは知らず言葉に詰まっていると、さらに兼美は続けた。いずれ後期がやってこよう。その時には日向の神に立ってもらいたいのじゃ。これは実仁様のおぼし召しでもある。え?信長と実仁親王って仲が良かったんじゃなかった?そうだな。二人は良好な関係だったんだが実仁親王もまた、信長の野望を見破り、その意図を砕くために立ち上がることになる。そんな驚きの言葉を聞いた光秀はすぐには返事ができず、待ってもらうことにした。衝撃の事実に動揺が隠せないわね。兼美は去り際にもっと驚きの言葉を発する。先ほど申した義は、備後におられる久保様、そして橋場筑前も承知していることじゃ。足利義明や後の豊臣秀吉にも、この計画が伝えられているなんて、どう返事をすればいいかますます迷ってしまうわ。でも、織田信長を滅ぼすのであれば、将軍の足利義明が味方につくのは心強いわね。おそらく、信長をよく思っていない毛利も結託するだろうし。それに加えて、秀吉が味方になれば各地にいる織田軍を凌駕することになる。しかも、将軍を京都へ迎えるという大義名分にもなるよな。でも、どうしても踏ん切りがつかなかった光秀は細川藤高に相談するんだ。藤高だったら、幕臣時代の同僚だし、娘の嫁ぎ先だもの。信頼できるわね。そして、近頃の上様のなさりようは目に余るばかり。もし共に戦ってくれるのであれば、細川家を幕府官吏として推挙し、忠興のことも取り立てたい。と踏みを送る。協力してほしい旨と、細川の息子の話を盛り込んだのね。その通り、織田内部の序列こそ光秀の方が上だが、価格的には藤高の方がずっと上なんだぜ。幕府を再興し、我らが中心となって日本を動かそうと提案したんだ。でも、もし、藤高がこの手紙の内容を信長に話してしまったら。そうなんだ。だから、光秀にとってこれは大きな賭けだな。ほどなくしてドキドキの返事が届く。大瀬の義はもっともなこと。もしことが起これば細川家も同心したい。協力してくれるってことね。史実上では、光秀が藤高に相談もなく謀反に踏み切っていて、不義理を感じたからこそ、味方しなかったのかもしれないわ。ああ、だから光秀は事前に根回しすることでそれを避けるストーリーにしたぜ。光秀はおそらく細川が味方につけば、筒井らより奇襲も行動を共にするはずと読んだ。細川の動向次第でプラスにもマイナスにも動くがそのマイナス点が解消され、光秀は決心する。5月になると、光秀は徳川家康の凶王役を解かれて坂本に戻り、中国地方に出陣する準備を進める。その一方で信長は29日に、友の人々のみで本能寺に入る。滞在の理由は何だったの?安土から茶器を持ち込みしまい喪失から名物、奈良芝片付きを手に入れるためだ。戦国の世を治めた者にのみ手にすることができる、天下の大名物のうちの一つね。本能寺へ入る様子を見た兼美から信長は数日の間、本能寺に投入するだろう、と光秀宛に書状が届く。これを受けてもなお心が揺らぐ光秀だったが信長を滅ぼすなら今しかない、と思い立ち、心を決める。拠点である丹波亀山を出陣し、東に向きを変え早朝に本能寺を襲ったぜ。いよいよ本能寺の変勃発ね。信長を滅ぼした光秀は相次いで、息子の信忠を亡き者にし、細川、中川、高山らに同心を求めて駅軍勢を増やしていった。
そして羽柴秀吉に、ことがなったと知らせるため使者を送り、さらには、朝廷へ銀五百貫を貢いで政治工作し、朝廷の強力な権威を後ろ盾に新たな政治の構築を試みた。銀五百貫って、今で言う6000万円だわ。かなりの金額を天皇に渡して新政治を始めようとしているのね。知らせを受け取った秀吉の反応はどんなだったの？喜び、小躍りしていたが、殿、上様が討たれたというのに喜んでいる場合ではございませんぞ。悲しむふりをしていなされ、と黒田官兵衛に言って聞かされたぜ。官兵衛って秀吉が最も頼りにしていた人で密かに天下を狙っていた策略かね。秀吉はこれからどうすればいいかと官兵衛に問うと、これは明らかにこれ東龍河の神による謀反。ここは上様の仇討ちをするのが家臣の務めでしょう。これ東龍河の神って明智光秀のことよね。明智光秀を倒すべきと助言したの？そうだ。それを聞いた秀吉は、早速、毛利とは牧師教徒へ引き返す算段をした。なんと秀吉は、謀反計画に参加したふりをして光秀を討つ正当な理由を得ることになる。一方、細川伏は、光秀に天下の正室を託され治安維持と代理の警備をするため、この時すでに、軍勢を率いて機内に向かっていた。いろんな思惑が渦巻いてるわ。まだまだうごめくぜ。細川が動くと知った中川清秀、高山右近、筒井純慶は味方になるべく、明智軍に加わる。順々に味方になっていく様子を見て光秀はさぞかし、細川に根回ししておいてよかったと、胸を撫で下ろしたでしょうね。その頃、近江を平定した光秀は、思わぬ速さで機内に向かう秀吉軍の動きを目の当たりにし、ただごとではない、これはもしや、と悪い想像をしたが、これが的中する。秀吉は東に進みつつ上様は落ち延びられたと嘘の情報を流し、織田信孝、には長秀らの軍勢を仲間にしつつ大きな軍勢となっていく。光秀は、まさかの秀吉の裏切りに腹を立てつつ天王山の麓にある山崎に陣を敷いた。いよいよ山崎の戦いね。これからどうなっちゃうのかしら？まずは6月13日、光秀は、伊賀の山古墳に本陣を構えた後、所帯を配置に着かせる。遠くでそれを覗き見ていた秀吉は、思ったより敵の数が多いな、と不満をこぼしていた。実際の歴史上の事実では、光秀軍が1万3000ほどだったけど、細川、筒井、中川、高山が加わったことで2万7000ほどに膨れ上がることになるんだ。対して秀吉軍は、丹羽長秀、池田恒興の兵を含めても3万3000ほどで、数にすればほぼ互角だった。さあ、山崎の戦いは猿の国から鉄砲の射撃とともに開始したぜ。天王山登録に布陣していた光秀直属の部隊であるなびかやすい松田正親が先陣を切って、黒田部隊に襲いかかり、そこに中川隊が加わる。これに対して秀吉軍はどう対処するのかしら。ここでは官兵衛が卓越した戦術で撃退し池田常興や加藤光康らが逆襲に転じた。するとここに、斉藤利光、伊勢貞興が横から突っ込み落襲を阻止する。天王山を先に制したのは秀吉だが、その有利さを活かせないまま戦況は膠着状態に。秀吉軍は、延命寺川を盾にし、数を生かして兵を縦長く配置し、安易な突破を許さない。秀吉側は数で防御し、光秀側は突破しようと頑張るもそれに阻まれていたのね。6月で日が落ちるのが遅くなっているとはいえ、だんだんと戦場は暗くなってくるぜ。両軍は相手を警戒しつつ、その日の戦いは一旦終了することになる。次の日も激しい戦いが続くが、戦況を動かす大きな決定打が出すことができず、明くる日には終始睨み合いが続き、戦況が前にも後ろにも動かなくなった。でもこういう戦って、体力の消耗も激しいし長引くのはあんまり良くないんじゃなかった？そうだな。秀吉としては、時間の経過とともに不利になるのは間違いないし、信長の弔い合戦という大義名分も、薄れてしまう可能性があるため、かなり焦った。光秀側はどうなのかしら？光秀側は戦をしつつ、朝廷を後ろ盾とした政治工作を進め、戦が開始して一週間後についに待ち望んだことが実現する。なになに？それは扇町天皇の勅命だ。光秀が待望していたものね。これを受けた秀吉は驚愕するはずよ。内容としては、秀吉と光秀は争いをやめて仲良くすること。信長が亡き今、早急に幕府の再興が重要であること。細川には山城の国を与え、幕府官僚となるべきこと。光秀は変わらず坂本、丹波を所有し、幕府の事務を行うこと。の4つが書かれていた。光秀に有利なものばかりね。細川伏のことも忘れずに書かれているわ。こんな内容でも、天皇からの命令が降り退場従うしかない。これが実現すれば、足利義昭は京都で将軍として出戻り、光秀も藤高も幕臣として権勢を振るうことになるだろう。本来なら裏切り行為をした光秀を滅ぼし、織田家中のトップになる予定だった秀吉は、わしの出る幕がないではないか。
とつぶやき、落胆する。戦が長引いてしまったせいで光秀に政治工作をする時間を与えてしまったわね。光秀にまんまとしてやられた秀吉だが、まだまだ諦めきれない。復活の余地があるの？各地の織田重臣たちが健在なんだ。彼らを集えば巻き返しのチャンスはあると思うと諦めきれないよな。ただ、朝廷や幕府がバックにいる光秀に対抗するにはハードルが高いと思うぜ。これから第二次室町幕府なるものが続いていきそうね。ということで、今回は、筒井順慶と細川伏が味方していたらどうなっていたか、という、もしもの世界を考察したぜ。朝廷黒幕説、秀吉黒幕説、義明黒幕説をミックスしてみたが、霊夢、どうだった？細川が光秀の軍勢に加わることで、様子を伺っていた武将たちも服従するだろうし、朝廷をバックにつけることで、光秀の人生は大きく変わったのよね。いずれにせよ、細川伏、筒井が本能寺の変のキーパーソンだったってことね。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。